皆さん、こんにちは。今回は、日本の食文化に多大な影響を与えた料理評論家、服部幸男さんの訃報についてお伝えします。2024年10月4日、服部幸男さんが78歳で亡くなりました。服部さんは、自身が理事長を務める東京都渋谷区の服部栄養専門学校で突然倒れ、搬送先の病院で息を引き取りました。この突然の訃報に、食文化界のみならず、多くの一般の人々も驚きと悲しみの声を上げています。SNS には追悼の言葉があふれ、料理の鉄人や愛のエプロンなどの番組で共演した著名人たちも、痛みの言葉を寄せています。ある視聴者は次のようにコメントしています。服部先生の笑顔と温かい人柄が忘れられません。テレビで見るたびに、料理の楽しさや食の大切さを教えてくれました。心からご冥福をお祈りします。服部さんの死因については、現時点で詳細は明らかにされていません。報道では病死とされていますが、具体的な病名は公表されていません。服部さんが料理学校で突然倒れたことから、急性発症の病気が原因ではないかと推測されています。心疾患や脳疾患の可能性も指摘されていますが、あくまで推測の域を出ません。ネット上では、服部さんの死因が癌であったという噂が広がっていますが、現時点でそれを裏付ける公式な情報はありません。このような噂は慎重に扱う必要があり、公式発表を待つことが重要です。服部さんは、これまで特に大きな持病があったという情報はありませんでした。しかし、ある関係者は、最近は、過労で調子が悪い、と訴えていたと聞いています、と明かしています。78歳という年齢を考えると、過労が健康状態に影響を与えていた可能性も否定できません。服部幸男さんは、1945年12月16日に東京都豊島区で生まれました。本名は染谷幸彦で、服部幸男は芸名でした。服部さんは長年、1561年に発症し、1885年に日本に初めてカレーを紹介した17代目家元の孫であると自称していましたが、2007年に週刊誌がこれを虚偽と報道。昭和芸能。服部さん本人も服部家との血縁関係はなく、服部幸男の名も芸名のようなものだと認めています。この件は当時大きな話題となりましたが、服部さんの料理評論家としての実力や貢献は広く認められており、その後も活動を続けました。服部さんは立教大学社会学部産業関係学科を卒業後、父親が創立した服部栄養専門学校の講師となり、31歳で校長に就任しました。以来、栄養士や調理師の育成に尽力する一方で、テレビの料理番組の監修や出演を通じて、広く一般にも知られる存在となりました。特に、フジテレビの料理の鉄人での解説は多くの視聴者の記憶に残っています。豊富な知識と独特の語り口で、料理の魅力を分かりやすく伝えました。SNS には、料理の鉄人での服部先生の解説が大好きでした。あの番組がきっかけで料理に興味を持ちました、といったコメントも見られます。しかし、2001年に服部さんが調理師免許を持っていないことが明らかになり、話題となりました。調理師や栄養士の資格を持たずに料理評論家として活動していたことに対し、批判の声も上がりました。この件に関しては、免許がなくても、あれだけの知識と経験があれば十分だと思います。むしろ、資格にとらわれず幅広い視点で料理を語れたからこそ、多くの人に支持されたのではないでしょうか、という意見がある一方で、プロを育成する立場にありながら、自身が必要な資格を持っていなかったのは問題だという指摘もありました。資格問題はあったものの、服部さんの食育や日本食文化の普及への貢献は広く認められています。2005年の食育基本法の成立に尽力し、その後も農林水産省の食育推進評価専門委員会の座長を務めるなど、長年にわたって食育の普及に取り組みました。服部さんは生前、日本の教育は知育、特育、体育という3つの柱でできていますが、それに食育が加わるとバランスが取れる、
と語っていました。この言葉に多くの人が共感を示しています。 SNS では服部先生の食育への情熱は本物でした。子どもたちに食の大切さを伝える活動はこれからの日本の未来にとても重要だと思います、といったコメントが見られます。服部さんの功績は日本国内にとどまりません。フランス料理の普及にも熱心に取り組み、その功績が認められてフランスで最も権威ある国家勲章レジオン・ドヌール勲章のシュバリエを受賞しています。この受賞は服部さんの国際的な評価を示すものとして日本の食文化界でも大きな話題となりました。ここで服部さんの家族構成についても触れておきましょう。服部さんは26歳の時、知人の紹介で4歳年下の女性と出会い結婚しました。奥様は当時家事手伝いをしていたそうです。昭和芸能。結婚後2人の息子に恵まれ4人家族でした。しかし2015年に長男の染谷義彦さんが服部栄養専門学校を運営する学校法人服部学園の総務部長を務めていた際、背任容疑で逮捕されるという出来事がありました。逮捕の容疑は取引先に水増し請求を繰り返させて勤務先に約1100万円の損害を与えたというものでした。染谷義彦さんは宝くじナンバーズの購入費などに充てたと容疑を認めていたそうです。この事件は料理評論家として著名な服部幸男さんの息子が起こしたこともあり、当時大きな話題となりました。服部幸男さんはこの事件後に記者会見を開き、親として申し訳ない、息子の更生に全力を尽くすと謝罪しています。この出来事は服部家にとって大きな試練となったことでしょう。しかし服部幸男さんはこの家族の問題を乗り越え、その後も料理評論家として、また服部栄養専門学校の校長として精力的に活動を続けました。この姿勢は多くの人々に感銘を与え、困難を乗り越えて前を向く姿勢が素晴らしい。家族の問題があっても自身の使命を全うする姿勢に感動した、といったコメントが SNS で見られます。服部幸男さんの訃報に接し、多くの人々が食への情熱と貢献を振り返っています。 SNS には服部先生の笑顔と優しい語り口が忘れられません。料理の楽しさを教えてくれてありがとうございました、といったコメントが寄せられています。また服部先生の食育への取り組みはこれからの日本の食文化にとって大きな財産になると思います。先生の教えを胸にこれからも食の大切さを伝えていきたいです、といった声も多く見られます。服部さんの死去は日本の食文化界に大きな損失をもたらしました。しかし彼が残した功績と教えはこれからも多くの人々に影響を与え続けるでしょう。最後に SNS 上での追悼コメントを紹介してこの動画を締めくくりたいと思います。服部先生、長年にわたり日本の食文化を支えてくださり本当にありがとうございました。先生がまいた種はこれからも日本中で世界中で花開いていくことでしょう。私たちは先生の教えを胸に食の大切さを次の世代に伝えていきます。心からご冥福をお祈りいたします。以上、服部幸男さんの訃報と彼の生涯についてお伝えしてきました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。